主人から受け継いだ遺産は死亡保険3,949,422円、レバナス残金引き継ぎ47,7365円、合計442,6787円。さて、この使い道をどうするか。こんにちは、サガンです。いつもご視聴いただきありがとうございます。今日は主人が残してくれた遺産の使い道を考えつつ、3月の生活費公開をしていこうと思います。遺産全部パッと使ってしまえばという視聴者さんのコメントもありました。残り少ない人生です。一生に一度数百万のお金を一気に散財するというのも人生に一度くらいあってもいいかもしれません。まあ、これは主人のお金です。主人が娘のために、孫のために、そして幾ばくかの自分の夢のために節約しながらコツコツ貯めてきたお金です。そのお金を私が好きなようにパッと使い切ってしまうのはさすがに気が引けます。では全部蓄えておいて、少しずつ娘たちに贈与していこうか。でも娘たちは今回相応の遺産を受け取っています。といろいろ考えましたが、まとまりません。で、たまたま3月の家計簿をつけていたところ、主人の家の管理費が毎月かかっているということに気づき、とりあえずは家の維持費に使っていこうかと思った次第です。もう少し主人の心持ちや生前の思いに寄り添った使い方を考えていた割には、結局実務的な使い方になってしまいました。が、これからも主人が家を管理していってくれるんだと思えることは、私としては本当に心強いことなんですね。ということで、早速その3月の家計簿を公開していこうと思います。今月は今までと違う動画制作アプリを使ってみたので、見た目にも変化があるかもしれません。そんなところもお楽しみください。では画面変えていきますね。まずは収入面からです。はい、ではこちら画面の方をご覧ください。3月の収入の欄です。年金は先月と同じ207,106円です。で、先ほど言いましたように、今月からは主人の分は主人の遺産から支払うということで、主人の遺産の使った分を、まあ、ここに入金という形で入れました。ということで、今月の合計金額は217,735円となりました。はい、では次、支出の方を見ていきます。支出は税金、生活費、特別支出、そして主人の関係の4項目からなってます。その1番目、税金です。今月はこの基本的なね、国保、介護保険料、住民税、所得税以外は引かれるものがありませんでしたので、基本中の基本38,211円ということになりました。例えば先月は固定資産税がありました。で、来月は自動車税がここに入ってきます。で、今月はそういうオプションがありませんでしたので、まあ、基本中の基本で38,211円が今月の税金となっています。なので、
額面の217,735円からこの38,211円を引くと179,524円が、まあ、手取りということになりますね。で次は支出の2番目の項目である一般の生活費になります。で先月と比べると今月は食費を5000円ほど削ることができました。まあ、その代わりちょっと歯医者に通い始めたので医療費が少し増えてます。まあ、車に関わるものはほぼ同じ、電話通信費も同じです。はい、次は公共料金とあとは固定費ですね。水道代、まあほとんど変わってません。それからガス代がほぼ7倍近くになってますけど、これはガスが基本的に2180円で、それの差額が灯油代ということですね。なので今月は灯油代がなかったのでガス代だけでこれだけに収まってます。で一方電気代が2倍以上増えてます。先月もすでに高い電気代だったんですが、それの2倍ということで、まあ、苦しいですね。あとは固定費ですね。保険、運動、ジム、趣味の英語で合計14,790円、先月に比べると、まあ、1万近く減ってます。次のページはですね、特別出費の欄になっています。まあ、職場は私転勤しましたので、職場に最後に置いてくるお菓子とか、まあ、仲の良かった同僚にハンカチとかね、そのようなものを置いてきましたので、そこがちょっとかかってます。まあ、なんといっても一番かかってるのはここですね。夏休みに旅行に出ようと思いましたので、その前金の一部を支払いました。なので特別出費はここだけで133,986円で、これでもう赤字決定ですね。はい、これはですね、主人の家の家管理にかかるお金です。参考までにこのページをこれからも紹介していこうと思います。空き家にはどれだけお金がかかるのか参考になるかと思います。まあ、先ほどから言っていますように、主人の家の維持費は主人の遺産から出していくつもりなので、ここの16,290円は主人の方から入金しますので、まあ、入金というか補填しますので、ここは赤字にも黒字にも関係なく、まあ、参考ということでこれからも続けていきます。で、ちなみにどういうことにかかっているのかというと、ガス代が1100円です。で、灯油が今月は入ってなかったのでかかっていません。で、住んでいないのにですね、7793円も電気代がかかっています。これが一番押してますね。で、携帯電話が1652円最低のランクですね。もうそろそろこれやめようかなと思っていますね。ガスももしかしたらポータブルのガスにすればガス代もかからないでできるのかなと考えてます。あとは雑費ですね。証明書関係の費用も参考に出してきましたけども、もうあまりそういうものもかからなくなってきましたね。いろいろが終了してきたということです。ということで支出の合計は323,616円となりました。なので税金38,211円足す生活費雑費14,790円足す特別出費133,986円プラス主人の関係16,290円の合計は323,616円で、収支は105,881円のマイナスとなりました。ということで3月も大赤字になってしまいました。税金は基本中の基本なので最小の金額になっています。生活費は食費を節約できたので先月より
支出が減っています。主人関連の支出は別途主人の遺産から補填しますので、赤字黒字に影響しません。ということは今月の赤字はやはり特別支出の項目になりました。夏休みに旅行に行く予定なので、その前金が高かったですね。でこれについては反省はしないでおこうと思います。私は68歳、すでに健康寿命がカウントダウンに入っています。やりたいことや行きたいところは今のうちに挑戦しておかないと、来年にはもうできなくなっているかもしれません。そのためにこの年になっても勤めています。赤字になってもやりたいことはやっておこうと覚悟し始めた私です。はい、最後までご覧いただきありがとうございました。サガンでした。その赤字、一体どこから出てくるの？